フォントノアの戦いは1745年5月11日に行われたオーストリア継承戦争における開戦である。フランス軍とイギリス、ネーデルラント連邦共和国、オーストリアの連合軍が戦い、フランス軍が勝利した。フォントノアの戦い、フォントネーの戦いの表記も見られる。この戦いは当時の戦争における雰囲気をよく伝えるエピソードで知られ、 歴史の中でしばしば引き合いに出される。1745年、オーストリアの継承問題から始まったこの戦争は、すでにその性格を変え、各国の勢力争いに転化していた。フランスは、バイエルン支援の困難さとプロイセンへの不信感から、ドイツ方面での戦役に見切りをつけ始めていたが、1月に、新生ローマ皇帝カール7世が死去し、4月に、バイエルンが、 フュッセン条約でオーストリアと単独講和するに至ると、この方面への関心を完全に失った。そしてイタリア方面と南ネーデルラント方面に注力する姿勢を示した。フランスは主戦力をネーデルラントに施行し、前面にオーストリア軍のアルザス侵入で頓挫した大規模な攻勢を再度企画した。指揮官にはモーリス・ド・サックスが起用され、 軍長老であるアドリアン・モーリスドの愛意は、自ら補佐に回った。さらに、フランス国王ルイ15世はまだ10代の王太子ルイ同ンで神聖の姿勢を示した。フランスの方針は、スヘルデ川を下って、ネーデルラントを中央から東西に分断しつつ、西半部の諸都市を攻略占領するというものだった。すでに前年の戦役で、メニン・イープル。 フールネは占領されており、サックスは今年の戦役で一挙にフランドル全域の攻略を図った。一方、ネーデルラントを守るのは国事軍を合するイギリス、ハノーファー合同軍とオランダ軍を呼び、オーストリアのネーデルラント守備隊による連合軍で、このうちオーストリア軍は数が少なく、オーストリア領を戦場とする者の,の主力となるのはイギリス軍だった。 オーストリアが戦力をタイプロイ戦線に投じて、ネーデルラントを変り見ない一方で、ネーデルラントへのフランスの侵食はイギリスが一番嫌うところであったから、この方面の戦役はイギリスが主導した。葬式は、先のデッティンゲンの戦いで活躍したカンバーランド公ウィリアム・オーガスタスが取り、まだ若いカンバーランドをリゴニアー博が補佐した。 フランス軍の集結が始まったとの報告を得ると、おのの分散して投影していた、連合軍もブリュッセルに集結、フランス軍の出方を伺った。サックスの目的は、スヘルで川沿いの要塞都市トゥルネーの攻略だったが、これを成功させるためにまず要道を行うことから、今年の戦役を始めた。4月、フランス軍は、スヘルで川上流バランシエンヌに集結したが、 バランシエンヌの東でモンスの南にあるモブージュにも、軍を集結させた。このため、連合軍は、フランス軍の目的は、モンス攻略ではないかと警戒していたところ、モブージュより、モンスを目指して、デストレコーの軍が北上を開始、連合軍はモンスこそ、フランス軍の目標と考えて同地に向け進軍を、始めた。しかしこれは、サックスの陽動であって、 モンスへの疑問的な進軍が行われている間に、主力部隊は、バランシエンヌから、スヘルデ川の両岸を下って、トゥルネーに接近。4月25日、フランス軍は、トゥルネーに到着して、包囲を開始し、トゥルネーを守備していたオランダ軍は、準備不足のまま包囲戦に突入した。一方、デストレ軍は、陽動の役目を果たすとすぐ引き下がって本隊に合流した。 三十日、包囲が完成して、トゥルネー攻撃が開始されるが、サックスは包囲戦の指揮を、レーベンダールに任せ、自身は、包囲軍を援護し、連合軍を迎え撃つための陣地の選定に取り掛かった。陽動の成功によって、サックスには戦場を選び、準備して、敵を待ち構える十分な余裕があり、検討の末に、トゥルネー南東にある、スヘルデ下半の町、 アントアンとその東にあるフォントノアの周辺を決戦場と定めた。5月8日にルイ15世と王大,大使を軍に迎え、サックスは部隊をフォントノアに集結させて野戦築城を開始した。トルネーの工場はブレゼが指揮をとって継続し、スヘルデ川に渡した橋の守りにも一定数の部隊が置かれた。対する連合軍は陽動のために反応が遅れ。 トゥルネー包囲を妨害できなかった。カンバーランドは、モンスト城のソワニエで、トゥルネー攻撃を知り一旦停止したが、トゥルネーの陥落を座止することはできず、西に転進して、その救出を目指した。かくして、連合軍はトゥルネーへの道上で待ち構える、フランス軍の陣地に断固攻撃をかけなければ、ならなかった。フォントノアの戦い配地図。上が、連合軍、下が、 フランス軍。詳細図。赤が、連合軍、青が、フランス軍。フランス軍は、スヘルでカワウガンの町、アントアンと、その東にあるバリーの森との間に陣を占めて、南を正面とした。そして森と川に左右を託して、両側面を安全なものとし、正面部は、アントアンから、中間にある、フォントノアの村で折れて、バリーの森に走る。 L 字型の戦列を敷いた。騎兵部隊は、不評戦列の背後に控え、その背後の丘から、国王は戦闘の行方を見守った。サックスは、アントアンとフォントノアを城塞化して、戦列の用途とし、特に中央のフォントノアには、多くの兵を入れた。これに加えて、戦列右翼では、アントアン、フォントノア間に歩類を三つ築いて、戦列を、さらに強化し、 一方の左翼では、バリーの森の中を通る道を敵が使用する可能性に備えて、森の生誕部を伐採し、方の社会を確保した上で、森の出口に捕類を二つ築いた。ところで、フランス軍は、アントアン、フォントノア間には捕類を三つも築いたのに、フォントノアバリー間には捕類を置かなかった。これは、サックスの誘いであって、 連合軍が左翼を弱点と見て攻めてくれば、正面と、ウーホルイと、フォントノアの三方向から砲撃を集中して、大打撃を与える三弾だった。サックスは、ウーホルイの背後に、予備戦力を置き、さらに森の中にも、部隊を送って潜ませた。この戦いより先、のアイユは、デッティンゲンの戦いで見た、よく打ちよく耐えるイギリス軍の正教さを王に報告し、 サックスとの愛は、現在のところ、フランス軍不評は、イギリス軍不評に対し列位にあるという認識で、一致していた。そのためサックスは、冬の間諸部隊にもう訓練を課して、連動不足の解消に努めたが、なお、イギリス軍不評の攻撃力を警戒して、このような周到な作戦を立てた。戦いの前夜、国王は、ポワティエの戦い以来、 フランスの王が王大使と共に戦いに臨んだことはなく、イギリス軍を打ち破った王もいない。世はその初めの王となりたいと述べた。5月10日、連合軍部隊がフォントノアに到着し、陣地外に展開していたフランス軍と小競り合いを行った。サックスは外苑の部隊を退かせて陣地内に収容し、夜までに連合軍は全部隊が到着を完了して、 フォントノアの東から南東にかけて布陣した。サックスの目論見み通り、カンバーランドは、フランス軍左翼を弱点と見て、ここに攻勢をかけることに決めた。アントワンから、フォントノアにかけてのフランス軍は、オランダ軍で抑えつつ、フォントノアを、オランダ軍の主力で攻撃すると同時に、イギリス軍とハノーファー軍が、フォントノアバリー間に突進して、 フランス軍の戦列を突き崩したら、敵戦列後方になだれ込んで敵を囲い込み、もしくはそのまま、スヘルデ川に追い落とす作戦であった。数の少ないオーストリア軍は、イギリス軍の援護として控えることになった。この時、ケーニヒスエッグ・トリゴニアーは、フランス軍の陣地はあまりに堅固であると言って作戦に反対した。ベテラン組の彼らは、しばらくは、 砲戦と限定的な攻撃を仕掛けるだけに止め、サックスを不安にさせて、トゥルネーへの包囲軍から兵力を引き抜かせることができれば、それだけでトゥルネーへの支援になるという意見だったが、カンバーランドはこれを知りけ、バリーの森が側面に対して脅威なので、事前に対処すべきという助言にも注意を払わなかった。これは、カンバーランド自身が敵弾を恐れない性質である、 ところに加えて、デッティンゲンの経験により、イギリス軍の強さに非常に自信を持っていたことが、判断に影響していた。連合軍は、休息を経て、深夜2時から、攻撃準備に移行した。イギリス第一この F 表連隊、中央の少年は笛で、5月11日午前5時過ぎ、両軍の間で砲戦が交わされ、海戦が開始された。数時間かけて、 連合軍がフランス軍に相対した戦列を形成し終えた後、午前9時頃から、おののの面で同時に攻撃が始まり、イギリス軍も攻撃前進を開始したが、カンバーランドの作戦は、最初全くうまくいかないように見えた。まず、バルデック港の指揮するフォントノアへの攻撃は、オランダ軍の主力でもって行われたが、フォントノアからの強力な砲撃によって、 大損害を被って飛んざし、ハノーファー軍の一部も加わった二度目の攻撃も同様に失敗した。連合軍は砲を集中して運用することをしなかったので、バルデックの手持ちの砲兵だけでは防御工事の施されたフォントノアに有効な打撃を与えられず、フォントノアからのフランス軍の砲撃は海戦を通じて常に活発であり続けた。次に連合軍左翼では、 フォントノワ攻撃に加わらなかった残りのオランダ軍部隊により、フォントノワ異性のフランス軍に対する牽制攻撃が試みられたが、ここでもフランス軍の強力な砲撃を受けて早々に後退し役目を果たせなかった。一方、フォントノワ異北では敵戦列への攻撃前進を期してイギリス軍の不評戦列がフランス軍に接近していた。この時カンバーランドは、 このまま前進するとバリーの森やその向こうのウーホルイから側面を攻撃されることになると気づいた。そこでカンバーランドはインゴールズビーに本体の前進に先駆けてバリーの森に入り森の中を進んでウーホルイを攻略せよと命じた。しかしインゴールズビーの旅団が森に接近すると潜んでいたフランス軍系風評部隊の待ち伏せ攻撃を受けて追い返された。 インゴールズビーはカンバーランド2砲を要求し森に対して砲撃を行った。フランス兵が森の縁から交代したのでインゴールズビーはもう一度森の中に入ろうとしたがまたも攻撃を受けてやはり追い返された。結局イギリス軍は右にも左にも敵の有力な拠点を残したまま攻撃に踏み切ることになった。一方のサックスもカンバーランドが 自分の狙い通りに攻めてきたにもかかわらず、戦況を楽観視してはいなかった。オランダ軍を撃退して、敗下の将校が早速祝辞を述べたとき、サックスは、まず、イギリス軍と戦わないことには何も言えない。彼らは、簡単には暮らせないだろうと答えた。そしてこのときサックスは、病気が重く、カゴ馬車に乗って、指揮を取っていたが、体の無理をして起乗し、 カンバーランドを待ち構えた。フォントノアの戦い。手前がウーホルイ。奥左側がフォントノア。右がアントアン。イギリス軍は強力に攻め込んでみせたが、ために味方から集中攻撃を受ける形になった。サックスより派遣され、国王不死に戦場からの退避を進めるムーズ公 午前10時頃、カンバーランドを率いるイギリス派のオファー連合軍は、フランス軍戦列に向かい攻撃前進を開始した。展開する空間のない騎兵部隊は不評により、突破口が開くのを待って後方に控えた。イギリス軍の接近に対し、フランス軍は、放火力の集中で応え、イギリス軍は正面を呼び、左右両翼からの猛放火に見舞われた。 イギリス軍も目指す前方の敵戦列に砲撃を行い、グラモン港を戦死させるなど正面にはある程度の損害を与えたが、両側面からはひたすら一方的に撃たれた。兵士たちは砲弾によって残酷にバラバラにされ、武道弾によって収穫されるトウモロコシよろしくなぎ倒されたしかし、ここでイギリス軍はサックスの予想を上回る頑強さを発揮。 砲弾による死傷者続出にもかかわらず、戦列を維持したまま前進を続けて、フランス軍戦列に接近した。この戦いで、レッドコートの言ってみせた、攻撃前進は、18世紀の海戦における最も素晴らしい戦列更新の一つとされる。カンバーランドは、リゴニアーがいさめるのを聞かずに自ら軍の戦闘に立って、更新を導き、 応援団に身を晒して恐れるところがなかったこの行動は、イギリス軍の将兵を大いに鼓舞したが、指揮統率の面から見ると、カンバーランドは、連合軍の総指揮官としての役割を放棄したに、等しく、連合軍は指導者を欠いて、核軍括弧に戦闘している状態に陥った。フランス軍戦列との距離を縮めたイギリス軍は、拳印してきた方を最前列に出して、 射撃体制に移ろうとした。これを見て、フランス軍は、まず一部の兵を、戦列から出して、攻撃を行わせ、イギリス軍の方を奪取しようとしたが、イギリス軍の反撃にあって、フランス兵は戦列に逃げ戻った。ついで、フランス軍戦列全体が攻撃に動き、自ら距離を詰めにかかった。イギリス軍も相対した、射撃戦の体系を取り、 お互いわずか50歩の距離で停止した。この時、フランス軍戦列のフランスコノエ連隊と、イギリス軍の第一コノエ風評連隊が勝ち合って、有名な場面となるのである。午前11時頃であった。イギリス軍が行う、交互一斉射撃の威力は大変強力なもので、フランス軍は叶わずにズルズルと交代した。サックスは、 イギリス軍の前進が明らかになった段階で、ウーホルイの背後に置いていた予備を移動させ、アントアン、フォントノワカンからも部隊を抽出して戦列の強化に着手していたが、彼らが到着する前に現存の戦列がイギリス軍に突破されそうになっていた。序盤から一転して戦況はイギリス軍有利と思われるようになり、リゴニアーは自軍の勝利を確信していた。 ボルテールが書くところでは、この時サックスは、ムーズコを使わして、国王に、私が全力を尽くして、軍を立て直しますので、王大使を連れてスヘルで川下岸へ退避して、いただきたいと進言したところ、国王は、サックスは、必ずやその務めを果たすと信じているので、ここに泊まると、答えたということになっている。しかしこれは、ボルテールの客色であって、実際のやりとりは、 これとは、やや異なっていたとされる。まずはじめ、戦況の変化を有料したの愛ユが、国王に退避を進めたところ、国王は上述の言葉でこれを断った。またしばらくして、退避を進められた時に、サックスが参上、戦況の変化に焦り、国王が、戦場から離脱すれば、軍の士気が崩壊すると恐れていたサックスは、国王から、 戦況遺憾と聞かれて思わず、負け戦だと思っているバカはドイツだ。と国王付けの召喚連に向かって怒鳴ってしまった。そんなこともあったが、サックスは必ずしも、海戦の先行きを絶望ししていなかった。フォントノアとウーホルイが健在である限り、イギリス軍が戦闘正面を拡大できないことをサックスはよく承知しており、この時点で、 まだ戦闘に投入されていない戦力を多数有していた。サックスはイギリス軍のこれ以上の突入を許さなければ十分に最逆転は可能であると状況を正しく捉え実際にそう対処していた。そして国王もサックスを信じて戦場に止まることを選択した。両方類艦のギャップに押し入ることに成功したイギリス軍であるが 敵戦列をし崩そうとするものの、ある程度まで行ったところで、進撃速度が低下するようになった。前面の戦列を順調に後退させることができても、左右両側面に歩類と、歩類に支えられたフランス軍部隊を残しているため、イギリス軍の陣形は四角形の三辺にそれぞれ、戦列を設けて敵に相対する配置となって、正面への攻撃力が低下した。対して、 フランス軍の戦列は激しく暗曲しつつも、連結の維持に成功し、周辺から駆けつけた部隊が随時穴を埋めたので、後退する、正面部隊と左右両拠点とのつながりは途切れなかった。結果として、フランス軍の戦列は馬蹄型となり、敵に押し込まれているのが、逆から見ると、イギリス軍を包み込むかのような配置となった。後退するフランス軍戦列は後ろに控えていた。 騎兵戦列の位置に近づき、フランス軍騎兵はイギリス軍に対して数度にわたって突撃をかけた。しかし、イギリス軍は強力な火力発揮によって、これをすべて跳ね返すことに成功した。この攻撃によって、イギリス軍の進撃はさらに鈍化したものの、それでも彼らはなお止まらずに前進を続けており、対して、フランス軍の不評予備が展開を終えるまでには後、 少しの時間を要した。イギリス軍の方でも、ひたすら砲弾を浴びせられている状況は変わっておらず、どこかの部隊が崩れそうになると、カンバーランドは自ら駆けつけてその部隊を立て直した。カンバーランドは、オランダ軍にもう一度フォントノアを攻撃させて、戦況の優位を確定的なものにしようとしたが、オランダ軍は砲撃のために戦意を、喪失気味で、全く動かないか。 あるいは攻撃に出てもすぐに交代して役に立たなかった。イギリス軍の不評が検討している間、イギリス軍の騎兵はずっと後方に待機しており、カンバーランドは彼らを有効に用いなかった。フランス軍の司令部では、撃退され、編成の乱れた騎兵部隊が、国王のいるところまで交代してくるような状況を見て、周辺の将軍たちが、またも国王に避難を促すようになった。 その時、戦場を駆け巡って、誇りまみれになったリシュリュウが息を切らせ、剣を片手に握ったまま国王の元にかけてきた。どんな報告を持ってきたそして君の意見は私の報告は、リシュリュウ公は言った。望めば、勝利は、我々のものだということです。そして私の意見は、 敵戦列の正面を抑えるためただちに四門の方を動かすべきだということです。方が敵戦列を乱している間に、陛下の護衛部隊や他の兵が彼らを包囲します。我々は、挑発部隊のように彼らに当たればいい。今日という日が我々のものだということに、私は命を懸けます。しかし、本当のアは将軍たちは言った。敵に抑えられたじゃないか。私は、 フォントノアから来たんだこうは言った。フォントノアは健在である。確認しなければ彼らは言った。元水画法をどのように使うかはさておき彼は答えた。他に使い道がない彼は確信しており、そして他のものを説得した。国王こそはこの重要な提案の最初の支持者であり、やがて皆がこの意見に賛成した。リシュリューは 国王の人所を守るために置かれていた法4門をもらい受けて敵の正面に据え最後まで残されていた国王の護衛部隊メゾン・ドゥ・ロワの投入を求めた国王はこれを認めリッシュリューは彼らを率いて敵の前面に突撃したボルテールは1741年戦争史でその経緯を上のように書いたわけであるがこの描写がどこまで 実際のやりとりに沿っているのかは疑問とされるところで、これだけ見ると他の将軍たちは皆役立たずでリシュリューだけが勝利に貢献したように思えるが、ガンディルンはボルテールにはリシュリューの波外れて前向きな態度を読者に印象付けようとする意図があり、それはリシュリューがボルテールとは古い付き合いで彼の保護者とみなされていたことと関係があるとの指摘を紹介している。 しかし間違いないのは、リッシュリューは戦況を冷静に捉えており、メゾン・ドゥ・ロワの突撃を指導したということである。この時王大使も、剣を抜いて、突撃に加わろうとしたが、周囲の者に止められて断念した。リッシュリューの突撃もイギリス軍を撃退するには、至らなかったが、彼らの足は、完全に止まり、イギリス軍は、出血多量の限界に達して、防御で、 手一杯となっているのがはためにも明らかとなっていた。攻守は逆転し、サックスはリシュリュウに一度攻撃を中止させて、体勢を整わせ、騎兵を正面に、不評を両側面に配置した上で三方からの一斉攻撃を図った。正面はリシュリュウが担いウーホルイの側はレーベンである、フォントノアの側はビロンコーが指揮した。 この頃には有力な予備部隊であったアイルランド人旅団やノルマンディ旅団が展開を完了しておりフランス軍の不評は立ち直っていた午後1時頃攻撃が開始されたイギリス軍は右翼からはアイルランド人旅団やノルマンディ旅団の猛攻を受け正面からは騎兵に突撃されたこの時アイルランド兵はリメンバーリムリックと叫びながらイギリス軍に 銃剣突撃をかけたと伝わる。サックスも秒身であることを忘れ、ジャンダルムリを自ら引いて突撃に加わった。少し遅れて左翼からも攻め立てられ、イギリス軍は袋叩きにされた。しかし、イギリス軍はよく持ちこたえて総崩れになるようなことはなく、徐々に交代を始め、そのまま本格的な退却に移行した。この時、イギリス軍は、 強力に攻められながらも、戦列を維持し、膨大な数の死傷者をその場に残しながらも、秩序を保って退却した。カンバーランドは退却の際も、相変わらず兵士たちに混ざって危険に身をさらしていた。フランス軍の方位から抜け出たイギリス軍はそのまま、戦場からの離脱を目指し、オランダ軍、オーストリア軍も同様に撤退した。 午後2時半ごろ、イギリス軍は戦場を離脱したが、間もなくさすがのイギリス軍も統制を失い、軍は敗走の隊となった。勝利を祝うフランス軍将兵と国王、及びサックス。騎乗の兵が獲得した軍旗を掲げ、その横に赤服の捕虜たちがいる。オラース・ベルネが海戦に勝利した後、フランス軍は本格的な追撃を仕掛けられなかった。 後方に待機したままになっていたイギリス軍の騎兵が味方の撤退をよく援護したのとフランス軍が戦闘によってひどく消耗していたためだった。このためカンバーランドは少数の落語兵を敵に委ねただけで後まで退くことができたがそれにしても大敗には違いなかった。連合軍は安全な地域まで後退してこの年いっぱい積極的な行動に出られず 敵の作戦が進行していくのをただ見守った。海戦に勝利したフランス軍は、トゥルネーを占領、さらにここから北に西に次々と、重要な町を落として、国の一新を回復した。1745年の戦役が終わるまでに、フランス軍は、スヘルで川下流のアウデナールで、さらに下ってヘント、東に転じてデンデルモンで、西では、陽光のオーステンデと ニー・ウポルト、さらに加えて後までも占領し、サックスは、戦役の目標であった、フランドルの制圧を、ほぼ達成した。イギリス軍が、ジャコバイト上陸によって、軍を急遽帰国させねばならなかったため、翌年以後もフランス軍は優位に立って行動し、サックスはいくつもの勝利を重ねて、フランス大元帥の6人の中に名を連ねることになる。ボルテールは、 この勝利を記念して、フォントの和の戦いと題した詩を作り、大いに人気を博した。愛人問題で国民から疑いを持たれるようになっていた国王も評判を回復したが、その当人は、戦いの後死に行く兵士を見舞いながら、王太子に、息子よ、勝利の代償を見よ。我々の敵の地も、また人の地だ。真の栄光はこれを救うことにあると言って喜ぶ。 風でもなかった。フランスの王で彼よりも戦争を好まなかったものはなかったとグーチは記す。そして国王は戦場からポンパ・ドゥル夫人にせっせと手紙を書いていた。そうこうしている間にイギリス軍が進んできた。こちらの不評戦列はフランスとスイスのこの絵コートン連隊によって構成され、その右手にはオーブテール連隊。 王立連隊の一個大隊がつながって敵の間近に戦列を敷いた。イギリスコノエ連隊との距離は50歩。カンプベル連隊とロイヤルスコッツ連隊が戦闘だった。カンプベル氏は、中将アルベマール教は、少々、チャーチル氏は有名なマールバラ校の諸子で、旅団長だった。イギリス軍の将校は、フランス軍に対して、帽子を取って挨拶した。 シャバンネ博とビロンコーも前に進み出て挨拶を返した。チャールズ兵凶イギリス金衛兵の隊員マイナスは叫んだ。フランス金衛兵の新司諸君、打ちたえダントロッシュ博当時注意で、その後敵団兵の隊員マイナスは大声で答えた。新司諸君、我々は決して先に打たない。そちらから打ちたえそして、チャールズ卿は、 彼の兵の方に向き直り、英語で命令を下した。撃て、イギリス軍は連続射撃を行った。これは、ある大体4列の震度を持つマイナスの戦闘が、撃ち終わると、彼らが玉込めをしている間に、大体の他の隊が発砲し、その次には3番目が、という風に、射撃隊ごとに発砲するものである。フランス軍の不評戦列単戦列、震度4列で、 隊列は密接しており、他の不評部隊から一切の支援を受けていない。隊は撃たなかった。それは不可能だったのであるが、にしても彼らはイギリス軍の重心に驚かされ、連続する発砲に圧倒された。この戦いの著名な場面。手前がフランスコのエ連隊、奥がイギリスコのエ不評第一連隊。徒歩立ちでお互い一歩前に進み出ているのが平と、ダントロッシュ。 アンリ・フェリックス、エマニュエル・フィリッポ島が、フランス連隊と、スイス連隊の二つのこのエレン隊は、多数の死傷者を出し、フランス連隊の将校19名が倒れ、兵95名が戦士、戦死285名が負傷。スイス連隊は、将校11名が撃たれ、兵の戦死64名、負傷145名とボルテールは、具体的な数字を挙げている。 フォントノアの戦いは18世紀のフランスにとって、最も栄光に包まれた戦いであり、アンシャンレジームの晩年の花であった。数多い、この戦いのエピソードの中でも一際注目され、人々の記憶に長く残ったのは、何といってもボルテールが描写した、両国のこの絵舞台が戦闘を交わした、際のやりとり、チャールズ・ヘイとダントロッシュの発砲の譲り合いである。上の抜粋は、 1741年戦争史によるが、ルイ15世の世紀でも書かれていることは、概ね同じである。しかし、これは、必ずしも史実とはみなされておらず、また異説が多い。時代が下って、代わりに有力とみなされるようになったのは、兵がこの戦いの後に兄に書き送った手紙に基づく、説で、それは次のようであった。 兵は敵前に達すると前に進み出て、帽子を取って挨拶した。次に彼は水筒を取り出すと、フランス兵の健康を祝って、と言って煽ってみせ、そして叫んだ。我々は、イギリス近衛兵である。我々が追いつくまで諸君らはその場に踏みとどまってほしい。デッティンゲンでマイン川を泳いだみたいに、スヘルデ川を泳いでくれるな。言い終わると彼は兵に向き直って、 彼らに万歳参照をさせた。フランス側は、兵の挑発に驚きつつも、ビロン以下、将校は、挨拶を返し、対抗して、フランス兵も万歳を唱えた。そしてフランス軍から先に発砲した。他にも、色々細部の異なる説があるのであるが、実際のところ、これらのやりとりは、すべてが創作だったのではないかと考えられている。スターキーは、 両軍の将校が挨拶を交わしたという話からして、フィクションであろうとし、ボルテールが記した戦いは、交渉に忠実だが、ロマンティシズム豊かな表現をされている。戦争絵画のごときもので、そして、そこからは、クラウゼビッツが戦争の摩擦と表現したところから、生じていたであろう。混乱や、状況の不確かさは取り除かれているのだと説く。この戦いは、 サックスのそれであるのと同じぐらい、ボルテールの戦いであったとスターキーは書いた。ボルテールはリシュリューを筆頭として召喚連に知人が、多く、いくらでも、情報を得ることができたが、また彼らの関心を買うことにも努めていた。宮廷に対しても同様であった。そして、ボルテールは商売感覚が鋭く、勝利に沸き、ニュースに飢えた世間の空気を知っていた。 戦勝が伝わるや、否や彼は詩を書き上げ、5月17日には出版にこぎつけている。詩は短期間のうちに、当時としては驚くべき2万部を売り上げた。ボルテールは詩の中で国王の偉大さを大いにアピールするとともに、四季の名前を巧みに編み込んでいた。スターキーは、ボルテールは明らかな意図と隠れた彼の世界観を持って、 現実に存在したのとは別の戦いを歴史的記憶として作り上げたのだという。その意図は名誉の体現者として国王を来賛し、読者に国王と王朝に対する尊敬の念を呼び起こすことである。そして、ボルテールのかねてよりの啓蒙の世界観が読者に名誉に基づき忠誠心に励まされて行われる文明化された理想上の戦争を提示してみせる。 それは、一言で言えば、啓蒙の騎士たちの戦いであった、ボルテールの巨実織り混ぜた描写によって、フォントノアは不滅の戦いとなった。常備軍化により、兵がよく統制されるようになったが、一方で、将校は国境にかかわらず、ヨーロッパで一つの共通した。 文化世界に生きる貴族であり続け、ナショナリズムが希薄で、騎士道が価値を保つと同時に啓蒙思想特有の、理性来山の雰囲気が充満する時代。後の人はこの時代のこのような文化を持つ戦争を、レースウォーズと呼ぶ。これは、当時将校の首回りが、レースで飾られていたことによるが、しかし忘れてはならないのは、この時代の戦争といえども、戦闘は、 繊細な刺繍のようには全く行われずその反対に、フォントノアの戦いがそうであったように、しばしば非常に血生臭いものだったということである。逸話の真偽はともかく、この戦いは、当時の戦争が、どのようなものであったのかを示す恒例として語られる。だが、いつも、このように戦っていたというのは間違いで、同じ時期のシュレージェンや米面では、オーストリアは、 軍政国境地帯の警譜表を投入して、プロイセン相手に、ゲリラ戦と呼んで差し支えない戦闘を行っていた。半島戦争で、ゲリラ戦の悲惨を体験した、ナポレオン時代の軍人で、軍事学者であるジョミニはその著書、戦争概論でこの戦いを引き合いに出している。そしてもしどうしてもそのいずれかを選べというのであれば、組織的な暗殺よりも、 中誠な騎士道精神の戦いを望む一、軍人として、私の悲劇は、スペイン国中の牧師や、婦人や、果ては、元ゼない子供までもが、孤立したフランス兵士の殺害に共本した、恐るべき時代よりも、イギリス、フランスの守備兵が、堂々礼を尽くして、戦いを開始した、古き良き時代、フォントノアの場合のようなマイナスにあることをここに、告白するに、 やぶさかではない。ありがとうございます。